日野さんいかがでしょうか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。日野さんが好きなお菓子どんな感じでしょう。紹介したいお菓子ですね。日本アイスをアイス党党首と名乗ってるぐらいアイスが大好きなので、まあ、持ってるじゃないですかアイス。はい、あの私ピノって呼ばれてるんですね。誰か。ピノが好きな日野だから。ピノが好きな日野だから意外と近いけど。はい、小学校1年生からあだ名がずっとピノが出ない。古いんですよ。最近じゃないこれ。すいませんちょっとポットでかと思いましたこのピノ。違います。っていうぐらいアイスが好きなんですけれども今日はあえて違うの？はい絶対あの好感度を完全に無視したちょっといいチョコレートをご紹介したいと思います。あ、好感度を維持しようとするならピノだったんですね。だったんですけれどもちょっと全く無視のガチでおすすめのチョコレートをご紹介していきます。いやそれもそれで面白いと思いますよそれがですね、パリのラメゾンズショコラっていうやつなんですけれども、ラメゾンズショコラ。今私のインスタのストーリーにちょうど貼ったので、もしよろしければストーリー見ていただければと思いつつ、ちょっと画面に出したいんですが、はい、まさか日野さんから。かね、ちょっと輪っかが結構見えちゃいますね。やってるんですけど、ケーキっぽい感じに見えるんです。どうだろう、こういう、なんて言ったらいいんですかね、サンドイッチ的な。あ、本当にタブレットというか、キットカットのウエハースないやつ、なんて言ったらいいんですかね、うん、それはキットカットのウエハースがないやつでいいですね王道のそのショコラティエが作るチョコレートみたいな、キットパパさんが出してくれると信じてるんですけれどもすげえなあれがもうめちゃくちゃ美味しくて、で先にあラメゾンデュショコラで私のインスタにあのリンクは貼ってみたんですけれども、もしパパさん画像が出せたら大きい画像で見せてあげてください。ちょっと待って、わかりました。ちょっとじゃあその間ラメゾンデュショコラ、ラメゾンデュショコラですよ。まずそれを知ってることがすごいっていうのがまず1点ですね。さすが。今ですね、あの丸の内をお友達と歩いていたら、歩いてたら、はい、お散歩してた素敵なショコラティエがあったので、はい、入ったらもう値段がびっくりすぎて、私は2粒しか買うことができなくて。え、聞いてもいいですかこれ値段って。はい、1粒？私の人差し指ぐらいのサイズで700円、はい、700円なのでこれぐらいわかりますかね、 25×25 ぐらいだと2万5000円ぐらい、はいはい、おえ 25×25 で買う人いるのかな結構大きいんですけど。そうですよね、普通のなんかキットカットの倍ぐらいのサイズだと6000円。え、キットカットの倍で6000か。じゃあキットカット3000円ですね。そうなんですよ。3000円のキットカット、お高いんですけれども、その分本当にご褒美チョコレートという感じで、本当にあの滑らかですし、甘いもの苦手な方も食べやすい甘さ控えめのチョコレートとなっております。何種類もあったりするんですか、それとも一つだけなんですか。もうたくさんあるんですけど、ちょっと高いんで全然自分は試せてないですけどその中で今まで試した中で一番のおすすめって何でしょう。まあ、ナッツが入ってるやつですね。あ、来ますよ、画像来ますよ。まず日野さんのインスタから来ました。私のインスタよかったらみんなフォローしてください。インスタのフォローお願いしますごめんなさい、ストーリーがウェブだと出ないかもしれない。上だ、ただただ日野さんの美しい映像しか、プロフィールの丸がストーリーなんですけど、いけるかな、いけたら。あ、出ないですか、ね、あ、出た、これの次に貼ってあります。これの次らしいです。じゃん、出るかな、出るかな、これだ、見えますか皆さん。あー、こういうやつね。これで6000円ですこれ、おぉあれが6000円ですよ。そうなんです。でもこれ食べてからちょっと安いチョコレートがきつく感じるようになっちゃって、うん、多分それは言わない方が良かったですね、その一言はその一言はあの
ピノの日のとして大丈夫ですか？ピノは別口なんですけど。よかったです。ピノは別口なんですね。だってやっぱり甘いもの食べ過ぎると良くなかったりするじゃないですか。確かに。私もニキビできるぐらいいっぱい食べちゃうんですけど、はい、いいチョコレートをご褒美、お仕事頑張った時だけ食べるってした方が体にいいんじゃないかなと。これはね、実はうちの糖尿病内科の先生も言ってたんですよ。これは本当に言ってたんですけど、なんかね、やっぱりチョコレートとか甘いものが好きな患者さんっているんですよ。でもそれだったら同じ毎日100円のチョコを5個買うぐらいだったら、500円のチョコを5日にいっぺんにした方が血糖値下がるよって話をしてたんですよ。おー、なるほどなと思って。そうなんですよ。それをね、同じ幸せを感じるならそっちで感じた方がいいんじゃないっていう話をしてて、結構それでなんていうのかな、お菓子のコントロールがうまくいったなんて人もいたりしました。すごい、もう本当にその通りですね。なんか100円のチョコ普通に食べちゃいますけど、ダースとか大好きなんで、でもなんか無意識で食べちゃう時あるじゃないですか。ありますね。これが減る感じがします。たまにですよね、はい、今逆にちょっと好感度が下がり気味になってるんでいやもう世界が違うって言われ始めてきてるんで今4ヶ月ぐらい食べてないですけど、ね、大丈夫です。日野さんですら4ヶ月は食べてないんです。普通の世界は一緒です。大丈夫です。ご安心ください。でもいろんなとこに、西武池袋とかにもあるので、よかったら、新宿とかもあります。でも年一ぐらいなら自分も食べれるかもしれないんで。いや私も一粒だけしか買わなかったで、その時その時のね、ご褒美的にたまにっていうことですね。はい、もう好感度を捨ててでも皆さんにおすすめを伝えたかったので真実をお知らせしました。もうこの身を切った日野さんに対しても皆さん拍手をしてほしいですありがとうございます。ありがとうございます。ということで最後は、はい、ニック船長に締めていただきたいと思うんですけども、あのさ